半甲殻類、または八分モリ類は、接触動物のうち甲殻類と六脚類が合わせて、単系統群になるという説に基づいて提唱された、二つのグループの全種を含む分類群である。この立場は、ターシ類の方が六脚類に近縁で、甲殻類をそれより遠遠とする無角類仮説と対立する。2010年代現在、半甲殻類仮説の方が主流で、 すべての分子系統解析によって指示されている。反甲殻類の内部構成として、ほとんどの場合は単系統群の六脚類が、側系統群の甲殻類から分岐しているとされる。したがって、この分類群は、反甲殻類の代わりに、抗議の甲殻類として用いられる場合もある。一般的でないが、前述の用法を踏まえて、甲殻類イコール反甲殻類をアモンとし、 通常では、アモンとされる六脚類を綱とする見解もある。反抗核類は、構成種の多くの副眼は、小眼が四角く、ガラス体が八分割されることから八分おもり類と呼ばれることもある。広ロのつく名前は、クラウングループとそのステムグループを合わせた分類群を指して用いられるので、混乱を避けるために八分おもり類の子が良いとする研究者もいる。 反甲殻類の単系統性は、細胞核のリボソーム RNA 遺伝子、ミトコンドリアのリボソーム RNA 遺伝子、タンパク質を高度する遺伝子の比較による複数の分子系統解析によって支持されている。そのうち多くの研究は同時に、甲殻類は六脚類に対して、側系統群となること、すなわち昆虫を含めて六脚類は、甲殻類から進化したことも支持している。 そしてこれらの解析結果に伴い、かつて多くの甲殻類をまとめたアゴアシ類は、多系統群であることも判明した。反甲殻類仮説を支持する証拠は、分子系統海学のみならず、神経系などの内部形態からも得られている。神経解剖学などの形態学的証拠には、小眼の構造、神経目細胞の存在、パイオニアニューロンによる軸索形成がある。なお、 半甲殻類の単系統性と甲殻類の六脚類に対する側系統性が有力視されるものの、その内部構成、特に貧甲殻類以外の半甲殻類の内部系統については、主に分子系統解析によって様々な系統仮説が提唱されており、以下の例が挙げられる。上記の他にも、エラー種類プラス六脚類、およびカイア種類、軟光類という命名されていない。 系統仮説がある。2019年現在、貧困殻類、魚宿リエビ類、アルトクラシャ、多孔殻類は広く認められ、イエビ類、アサラスフリダ、レイビールカーリーダも徐々に有力視される向きがある。六葉生類は相対的に議論の余地があり、新孔殻類、強孔類、ミラクラシャ、キエビ類、六脚類エラー種類、カア種類、南孔類は2013年以降の多くの、 解析結果に否定的とされる。すなわち、反甲殻類の中で貧抗殻類は最初に分岐し、残りの群、アルトクラ社は、さらに多抗殻類とイエビ類で対別されており、そのうちムカデエビは六脚類に最も近縁の甲殻類であると考えられる。ヒメヤドリエビ類については、反抗殻類全体の分子系統解析で、 往々にして対象に含まれていないが、サヤコウ類との類縁関係を支持し、その内部系統に含まれる可能性を示唆する研究がある。ありがとうございます。